RB 実況者のゆっくり霊夢だよ。最近ずっと AB だったもんな。うん、4回連続 AB 空戦期だったわ。でも RB も AB も気分でやってくんだろ。そうね、気分です。今回は今年の夏イベント、オペレーションサマー2020のタスク報酬である、ジェット機に乗ろうかと思います。ほほう、どんな機体なんだぜ。よくぞ聞いてくれた。グラマン、F11F1 タイガー。おお、グラマン社の戦闘機か。でも F11 ってあんまり聞かないな。まあ何かとかわいそうな子なのよ。そうなのか。この機体は1954年に初飛行し、2年後の1956年から運用が開始された、アメリカ海軍の艦上戦闘機だよ。当時の航空機は航空史において最も速度性能が飛躍した時代であり、黎明機とは比べ物にならないエンジン推力と航空力学の進歩によって、F100 やMiG19 をはじめとする機体が音速を突破し、そこから1年足らずでマッハ2の戦闘機が現れたんだ。えげつない速度性能の進歩だな。その一方で様々な制約が課せられる艦上機は、速度面でやや遅れを取っていた。小型軽量でなくてはならないし、短距離で離着陸しないといけないし、低速でもしっかりと安定して制御できないといけないし、航続距離も長くなくてはいけない。これを黎明機のジェットや超音速機が実現させるのはめちゃくちゃに難易度が高いのよね。当時海軍の艦上戦闘機で主力を担っていたのは、F2H1C や F9F パンサー、そして F9F を高耐力化した性能向上型、F9F6 クーガーなどだった。このクーガーは結構優秀で、まさに主戦力とも言える機体だったのだけど、さっき言った通り、この時代の航空機の速度性能の向上は凄まじく、超音速艦上戦闘機の登場に時間はかからないというのはすでに予想できたことだったわ。そこで発注が入ったってわけか。そうだね、ここで生まれた機体がチャンスボート F8U クルセイダー、そしてみんな大好きマクドネルからはファントム2、そして我らがグラマンからは F11 タイガー。あら、すでに不穏な空気が漂ってるぞ。当初予算確保のため F9F8 と呼ばれていたこの子は、強敵を前に散っていきました。なんで敗北してしまったんだぜ。当初、軽量な機体として開発されてた F11 なんだけど、開発してるうちにああしよう、こうしようで改良してるうちに重たくなっちゃったんだって。そして重量が増えるだけでも艦上機としては厳しいのだけど、まだパワーがあれば飛べるじゃない。そうだな、最悪エンジン推力があれば運用に癖はあれど使えるだろうな。そのエンジン推力が非力すぎたのよ。重くなった機体に低推力エンジン、軽ければ何ら問題ない推力だったはずなのだけどね。え、そんでこいつは飛べるのか。そりゃ飛んだり戦ったりは普通にできるのだけど、今回はより優秀な性能を示さなくてはいけないから。ああ、そりゃファントムやクルセイダーが強いわ。そういうことです。別に戦闘機としては特別弱いとか使えないとかはないんだけど、ライバルたちと比べると見劣りする点があったという、ただただそういう感じの機体なのです。結果的に生産数は200機程度にとどまり、ファントムほど輝けなかったわけだな。でもね、一つ輝けた点があって、生産数も配備期間も短かった F11 だけど、この機体、離着艦性能、操縦性、運動性が非常に優れていたことから、アメリカ海軍の極技飛行隊、ブルーエンジェルス、の使用機に選ばれたのよ。それは素晴らしい名誉じゃないか。長所がこういう形で生かされたわけね。救いがあってよかったな。そして余談だけど、この F11 には F11F1F スーパータイガーっていう、性能向上型も開発されてるわ。頭がおかしくなりそうな名前だな。最高速度は時速2253キロを記録し、高度23,449メートルの当時の世界記録も樹立しているよ。すげえ。まあそんな感じでいろんなエピソードのある機体だったわけです。はい。それでは戦場へ。マップはルール、この土地の方に従え的な。燃料は30分、追加オプションには AIM-9B を4発携行していくよ。こいつ、BR-9.0 でミサイル4発持ちかよ。それに謎のアフターバーナー付きよ。そりゃすげえや。ただ回収がミサイルのとこまでしか終わってないから、機体性能自体はまだ本来の力を発揮できない感じです。とりあえず性能検証よりかはお試し乗りって感じだな。久しぶりの RB 実況で手足が震えて汗も止まらないし、瞳孔の反応が鈍いし、変な声聞こえるし、皮膚の中を虫が這いずり回ってるみたいだわ。その原因の多くは緊張ではないところから来てると思うぞ。あら、それなら安心。緊張が少しほぐれたわ。自分の現状にもっと緊張感と危機感も問うな。はい、最初の目標はあれにしましょう。課金ボープアー。ボープールが読めないのは分かった。でも味方がやっちゃうかしら。やれないようなら攻撃していくか。よし、やることにします。くらい上がれ。迫真の20ミリ、クリティカル入ったな。絶対やりたい。絶対殺すマンバッタン。今思ったけどウーマンでは。まんじゅうに性別持ち出すのはナンセンス。失礼いたしました。やばい、味方の F11 に取られるぞ。やけくそミサイル発射。当たってくれ。やけくそワインダー。やけくそワインダーとは。当たれー。当たらんってこの距離は。B 型だからかなー。それが理由かは知らんけど、間違いなく 20G や 30G のミサイルになれたというのはあるよな。これはもう一発撃つしかねえべ。FOX2 当たるか。当たったわ。よかったな。
敵にもいました F11。相手に銅がたいるのがなんか気に食わないので撃墜します。世界一小さい器。何よ、私の器は琵琶湖より広いわよ。そういうとこだぞ。ガンキル狙えるか。シーカー姉妹や。もしもの時に備えてね。絶対ミサイルキルを視野に入れてたなこいつ。無理そうね。残念賞、ティッシュあげます。あ、ありがとう。からの気絶の快楽。はい、気絶の快楽キャンセリングマイナス G。な、なんてことを。大 G スーツまだないからな。またガンキルチャンス。また外してますよ。エイム大丈夫ですか？私のエイムは正常です。はいはい。流されるの悲しい。ほら見たか？当たったぜ。クリティカル。めっちゃ喜んでるけども。ここまで来たら格殺したいわね。まあ頑張れ。残弾を意識してちまちま撃つことにします。やった？燃えたわ。これはスルーして良さそうだな。ジェット機の燃料タンクの量なら消火は厳しいだろうからね。よし、撃墜判定をいただいたわ。次の敵を探そうぜ。あの A 型セイバーにしましょう。これはヘッドオンになりそうだな。そいや、クリティカル。撃墜とはいかなかったか。これはもう一撃入れたいところだ。他に敵来てないかしら。ハンターがいたがこっちに向かってくる様子はないな。それならもう一度機種を向けて攻撃してみましょう。これはまたしてもヘッドオンの予感。同じ敵と2回もヘッドオンしないといけないなんて、こりゃまたハードですこと。よし、勝ち申した。そのままハンターやってこうぜ。オーケー。あ、でも味方のミグ15ビスも狙ってるわね。これはどうするつもりだ？キル欲しいしな。とりあえず、保険でミサイル撃っておきますか。さあミグ15ビスとサイドワインダーによるハンター撃墜 RTA がスタートしました。先に撃墜するのはどっちかな？はい、選ばれたのはミサイルでした。ミサイル万能論再び。例のコマーシャル一旦流す？いや、さすがに今回は流さんけども。次は二択問題だね。どっちやる？両方鬼かな？じゃあ、とりあえずハンターやろうぜ。狙っていきますぜ。これはちょいと厳しそうだな。ありがたいことに誰からもヘイトを向けられてないから、まだまだ余裕を持って攻撃できそうだね。今のうちにもう少し稼いでおきたいところ。ダイブします。なかなか照準合わせれないわね。焦ってきたわ。機関砲の弾も少ないし、ミサイルも残り1発だからな。冷静に狙っていけよ。あ、目標変えよ。これは当てやすそう。いただきます、タイム。残るはハンターね。これはオーバーシュートされないように気をつけないとな。方向そらしたらまさかのスルーしてくれたというね。これは助かる。あ、ミグ15ビスが言った。先ほどの RTA ではサイドワインダーに先を越されてしまったわけだが、今度はどうだ？どうやら味方の F11 がやることになりそう。それなりにダメージを与えたようだな。オイルが漏れてるのを確認できる。これは、どうだろうな。スルーかな？結構ダメージ入ってるみたい。どこからがスティールなのか境界線が曖昧だよな。ミサイルの射程とかだと燃料が吹き出してることしかわからないのよね。燃料漏れくらいならまだ敵も戦うだろうし、攻撃しても文句は言われんのだろうがな。その境界線が未だにわからないよ。ラストは着狩りとなりました。これはもう競争だな。こっちはもう残弾ゼロだからね。距離も遠いし確実に当てるとなるとなかなかに緊張するな。またあのミグ15ビスがミサイルと勝負することになるわね。3度目の正直なるか。ファイヤー。いただきます、タイム。ミサイルが着弾するまでに燃料漏れすら確認できなかった。これはキルアシストすら厳しかったでしょうね。これにて終戦です。マッチありがとうございました。結果発表だぜ。私と被せてくるのマジでやめろ。結果は6機撃墜の1位ね。RB でこの戦果は良きかな。めっちゃハイナイズだったからカットしたけど、裏で対空砲一つ潰してました。さぞかし地味だったでしょうな。まあ結果的に6機落とせたので良しとします。さて、今回イベント機を乗り回して、次回はまた AB を1回実況するのだけど、その次からは空 RB と陸の実況を中心にやっていこうかと思うよ。まさかの自治会の予告かよ。かなり先が長い話だな。現状定期投稿は前回の一度だけ短編に費やしてできなかったけど、比較的順調に継続できてる感じだね。まあそうだな、なんとか繋いでるな。ただお盆休みも明けてまただんだんと忙しくなってくるから、もし定期投稿が厳しくなったらその時は許してね。予防線を張ってくよな、お前。まあまあ、現状はまだまだ定期投稿頑張ろうとは思ってるから、温かい目で見守ってくれると嬉しいです。それでは今回はこの辺で動画を締めるとしましょうか。そうだな。それでは皆さん、あしたらご視聴ありがとうございました。え？ちょっと待って、え？霊夢くん、え？